最初に演じていただきますのは山田町の大沢虎舞保存会の皆さんです。虎舞は風流獅子踊りの一種で、頭は獅子ではなく虎を使うのが特徴です。また虎舞は虎は一日にして千里行って千里帰るということわざから、漁師の航海の安全に関する信仰として伝承されてきたと考えられており、特に沿岸南部に多く伝承されております。1750年頃の江戸時代の中期、三陸の豪商前川善兵衛の船に乗船した大沢出身の加古衆が、江戸で大ヒットしていた近松門左衛門の国船屋合戦の一節、和島内の虎大地に感動し、故郷に持ち帰り創作舞踊をしたと言われております。1752年には地元長浜神社に奉納したと言われております。活動としては地元長浜神社の例大祭、盛岡復興フェスティバルなどに参加しております。本日の演目は刺し取り舞と虎舞です。小学生そして高校生を交えて踊っていただきます。それでは大沢虎舞どうぞご覧ください。お願いいたします。
王さんや喜びありや、我が思うところの迎えはやらずと方法あいえんとかさかさあいえんとかさかさあいえんとかさかさあいえ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 んとかさかさあいえんとかさかさあいえんとかさかさあいえ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 
賞はいただきますようお願いいたします。それではご来場の皆様におめでたいことが舞い込みますように願いを込めまして、お手を拝借よーはっ、本庁めでてーなー。ありがとうございます。こんな当たらないこれをもちましてお開きとさせていただきます。ありがとうございました。